はいどうもファンネルです。ガンダムバトルアライアンス続きをやっていきます。では今回ねドムでいきたいと思います。トゥルーミッションですね、鉄血のオルフェンズのステージです。やっていきます。ノーマルでトゥルー、ああそうかグレイズアイン出るんだっけかな。ドムでいけるかこれはい、一応ドムねレベル3に上げてありますんで、両機はそしたらナイトガンダムと、私の名はナイトガンダム、わかりますよ見れば両機にはどうすかな、こっちの3機ってまだ使ったことないのでちょっと後回しにしてアムロンするか。よしアムロン行きます。はいお願いします。ではこの3機ですごいデコボコだけどね行ってみたいと思います。ドムは一応機体的にはオールラウンダーか。ブレイク現象が起きてた時はアフターコロニー時代のモビルスーツがいたけど他に違いはあるの？作戦開始の状況が少し違うかな。まかないさんをエドモントンの本会議場に連れていくのは同じなんだけど、それを阻止しようとするギャレルホルンの守備隊に奇襲をかけるとこからだね。敵の目を引きつけるために団員たちが奇襲をかけるのが史実なんだよ。私たちは前回と同じく鉄火団として、三日月くんのガンダムバラバタスと秋広くんのガンダムブシオンリベイクと一緒に出撃するからね。これなんかたまに思うんですけど、このサクラシュラスラッシュのあの会話スピードというかがなんか収録してなんか 1. 何倍速とかに設定しないかな。なんかたまにめちゃくちゃ早口の時あるんだけどさ。え、急に秋広くんって出てきたけど誰？誰？鉄火団団員の秋広アルテランド君、筋肉ムキムキのマッチョガイだよ。同じ団員なんだからうまく合わせてよ、ユノ姉さん。ユノ姉さんもなんかユネさんってなってんだよね。そんな対人能力を要求しないでよ。さあではやっていきましょう。まあドムなので今回ねあの実弾系の武器基本は、まあ、一応胸に拡散ビームありますけど、まあそんなのほぼ目くらましにしか使えませんので。ナイトアムロ、守るべきもののナイトアムロ、もう作品が僕がナイトだって連邦にそういう階級があるのかいいなこれ。あのナイトガンダムのアニメとか見るとアムロがナイトアムロで出てくるので、ナイトガンダムってあれゲームが先なのかな、その辺ちょっと分かんないですけど、一応私あのラクロワのあのゲームとかあのアニメの方も見てますんでね、子供の頃に。さあ戦っていきます。おおナイトガンダム強え。私たちは三日月くんと町へ向かいます。よし筋肉体で敵を抑え込んで。筋肉体ってかなんかクソエムだったな今ドム。三日月こそ遅れるなよ。あれなんかドムクソエムなんだけど、なんでだろう。全部終わらせる。当てる気がねえ。まあそんな射撃使わないからいいけどさ。でもシミュレーションには細かい際は出るものなんでしょ。ガンダムがいないとなると話は別だよ。ガンダム決まりしたルーパー、えっ、オルテガハンマーが。俺たちは計画通り。よいしょ。まかないのじいさんを連れて。すごい。あのあれを使いました今。胸ビーム。気をつけて。何が起こるか。痛い。百も承知だ。鉄火団の未来のためにお前らの命をかけてくれ。止まるんじゃねえぞ。団長が出れねえぞ。お前たちの思いは絶対に無駄にしねえ。どうした団員やられたか。どうした？正気か。奴らこんな街中にモビルスーツだと。オルガ。何が起きたの？あっち行かないといけない。ちょっと待ってね。先を急ぎましょう。こんなとこにまでモビルスーツを。何をしている？ちょっとどう押し返せ。押し返せ。よっ。ちょっと待って。ちょ待てお前ら。拡散ビーム。モビルワーカーしかいないはずなのに。ちょっとあれですね、あの部が悪い、人数が多すぎる。いいよ、回転切りをやってるんだわ。全部潰せばいいだけだ。よいしょ。いいよ。キマリスのデータが足りないことがドローミッションに影響しているの。ここでキマリスって出んだっけか、もう覚えてないんだよね。クンデリアも。ちょっと待って、ロックがうまくいってない。まだまだ敵機がいるね。よいしょ。団長さんたちが危ないよ。そうだね。心配しなくても
オルガは一度やるって言った仕事は絶対にやり遂げるよ。議事堂まであと少し。ちょ、画面出てこなければよかったのに。出てこなければやられなかったのに。さあ行きますよ。一応これ回復アイテムも結構落ちるようになってますね。これアップで入ったからかな。さあグレイズアインがもう出ちゃうか。前の時は確かエピオンが出てきて大変なことになったんですけどね。さあヒートサーベルでどこまで通用するか。出てきた。これがそうなんだ。これこそが機体がすでになんかもう色がやばいんだけど。ああやばい痛いグレイズアインはね体験版の時も強かったんだよな。ちょっと待ってね。よいしょよいしょ。ああ吹っ飛ばされる。邪魔するやつは潰せばいい。そうだね。そうでしょ俺が。そうだよな。お前が俺たちを。グレイズアインはあれだな、なんだっけ、ブレイクゲージというかないな。ひるまねんだこいつ。よいしょ。クランクニーを手にかけた罪深き子供め。俺手がハンマー。貴様ちょっとでかいよグレイズアイン。やばい待ってね。どうした急に動きが止まったぞ。必殺技だ。加速する。俺たちは議事堂へ向かう。そっちは任せたぞ。ドムの連部かっこいいね。よいしょ。任された。深き子供、クランクニーよ、お前たちと戦うつもりな。どんだけクランクニークランクニーって言うんだよ。いいからよこせ。三日月大丈夫、鼻血出ちゃうよ。お前の全部まだだ。バルバトス死んで上がれ。何太刀を使ったか。まだだ。もっともっとよこせバルバトス。原作の時すげえ熱い展開だったよね。ここはよいしょ。ちょっとさくら、三日月くん大丈夫なの。ダメです。これは彼が選んでいく道だから。さくら回線つなげるか。団長さん、やばい、アインも強くなってる。結果団のみんなに連絡できるよ。なんかオーラまとってない。グレイズアインも聞こえるか。まかないとクーデリアは議事堂へ送り届けた。おう、俺たちの仕事は成功したんだ。逃げる。だからこっから先は死ぬな。もう了解。こっから先に死んだ奴らは団長命令違反で俺がもっぺん殺す。だからもっぺん殺す。そしてでも張ってでもそれこそ死んでも生きやがれ。うん、了解。わかった。倒しました。化け物が。どっちが。お前にだけは言われたくないよ。クランクニー、ボードウィントクムサーサー。私は私のただし。テリア。そのガイリオボードウィントクムサーサーとキマリスは結局現れなかった。キマリスってここで出たんだっけ？本当にちょっと覚えてないぞ。これまでも。さあドムのアップで。気になるけどエラーは出てない。ブレイクアウトするよ。さあクリアでございます。眩しいね。まあ両機のナイトガンダムとやっぱアムロも強かったからね。さあ私レベルアップしております。さあクイックガードと出ましたが、これ両機もさ、たくさん選択できる分やっぱ同じの使い続けるっていうのもなかなか難しいんだけどね。あ、バルバトス第6形態の設計図1をゲットしましたね。設計図1だから2とか3も確かある機体はあるんだっけかな。あら、でももう 100% になったわ。もう使えちゃいます。まあ体験版でもバルバトスの第6形態は使えたので、さあこれもじゃあレベル上げとくか。バルバトスのパワーアップ、あんなブースト機能があるなんて。ガンダムフレーム、恐るべき性能ね。
そんな単純なものじゃないよ。あれは人間が簡単に使っていいものじゃない。え、どういうこと？何かあるの？ううん、なんでもない。さて、いよいよ最後だよ、イノ姉さん。アフターコロニーの時代、サンクキングダム防衛戦ね。オデッサに帰るための最後の修正。いや、このディレクトリのだよ。この他にもあるわけ？そりゃあるわな。ブレイク現象がこれだけのはずがない。まあこれを言いたいね。待ってね、そもそも帰れるという保証はされてなかった。俺たちの知る謎のガンダムラトレイヤーの件もある。はい、これ。そんな気はしてたけど、考えないようにしてたのに。ユノ、ごまかしよくない。ユノ、落ち着いて聞いて、ユノ姉さん。 G ユニバースは階層構造になってるんだよね。ここは一番浅い層なわけ。管理システムのある階層に行かないと、ユノ姉さんたちを繰り返すのは無理なんだよ。もう、じゃあさっさとその階層に。残念、ブレイク現象の影響で今は階層、ディレクトリ間の移動ができないんだよね。先に言いなさいよ。他に隠してることはないでしょうね。ないない、私は AI だからね。人間みたいに嘘ついたりはできないし。まったく調子いいんだから。ハロ、早いところあれやって。ハロも嘘つかない。トゥルーミッション発生、トゥルーミッション発生。さあ、お寒い、寸劇が終わりましたのでやっていきましょうか。今ゼロ対エピオンって出た。あれ、ここはどうだったかな。体験版はもう終わってたかな。ちょっとすいません、覚えてませんね。じゃあちょっと待って、モビルスーツセッティングで、まあ、幸いにしてキャピタルはめちゃくちゃいただいたので、ですね、強化は待って、登場モビルスーツをバルバトスにして、レベル34ぐらいまで上げるか。4にします。お金の無駄遣いと言われたらそこまでなんだが OK で、拡張パーツで一応オートガード、あ、格闘にするか。これ格闘、まあバルバトスは格闘機体なので、ではやっていきましょう。トゥルーミッション、王国崩壊、ゼロ対エピオン。いや、エピオンもゼロも使いてえな。さあ、両機はどうしますかね。せっかくだから、まあアムロは入れとくとして、待ってね、そっか、三日月にしちゃうか。でもややこしいか。ハヤトにするか。ハヤト小林、行きます。さあ、ハヤトとアムロにしときましょう。じゃあ出撃します。これで私が格闘ガンダムがオールラウンダー、ハヤトが射撃型と。前回は謎のガンダムに邪魔されたけど。ユノ姉さん、今回のトゥルーミッションはサンクキングダムじゃないんだよ。え？だって史実の修正をするんでしょ。首都ニューポートシティを守るんじゃ。今回の舞台はサンクキングダム山岳部の国境地帯。リリーナ代表さんが王国解体を宣言した後のお話。サンクキングダムを解体？私たちがブレイク修正をする前にどうして？もしかしてミッションがバグったの？いやいや、史実通りだよ。ブレイク現象の規模によっては時間軸が前後することもあるってこと。前回のニューポートシティ戦の先の歴史、その山岳地帯で私たちがやるべきことは？孤軍奮闘するガンダムエピオンの援護だよ。乗っているのはヒーロユイ君。機体システムの影響でかなり無理してるから心配なんだよね。ここであれだよね、エピオンとゼロの機体交換会が開催されたんだよねその彼をウィングガンダムゼロに引き合わせること。ゼロのパイロットは以前はエピオンに乗っていたゼクスマーキス2級特佐さん。ウィングでガンダムでゼロ、また新しいガンダムが出てきたけど。オペレーションメテオに投入された5機のガンダム、その全ての原型機がウィングガンダムゼロなんだよ。ゼロに乗るのは完全平和主義を唱えた指導者、ヒーロユイのコードネームを持つパイロット。
すごい重要なモビルスーツなのね。重要も重要。ゼロシステム搭載機の出会いによってアフターコロニーの歴史は大きく動くんだから。ゼロシステム？さあ、ゼロシステムの説明までさせるとすげえややこしいと思うけど、まあ演算システムだよね。パイロットにその未来を見せてくれるみたいな。敵は、俺の敵はどこだ。翻弄されてますね、ヒーロー。いけるな、リュウさんの分まで頼む。毎回リュウさん殺すんじゃねえ。分かってる、俺がやるしかないんだもんな。さあ行きましょう。私はバルバトスです。あ、ビルゴだ。ビルゴ、ビルゴ、あれ展開しないのかな。プラネイトディフェンサー戦略上優位消失、 G ジェネですごい脅威となる。てかすげえ上から狙われてんな。よいしょ、上のやつ倒せっかな。待ってね、ビルゴ全然プラネイトディフェンサー展開しないんだけど。これは、あ、しまった、外しちゃった。それを直接パイロットにフィードバックするコックピットシステムの通称、よいしょ。パイロットを極限状況にまで追い込んで、自らの死すら厭わない行動の結果得られる完璧な勝利を実現するため。ゼロシステムの説明してましたね。それがゼロシステムだ。ちょっと待ってね、敵が見えない。そこまでして戦争をしたいの？これを作った男は戦う敵の姿と自分自身の未来をパイロットに見せる機体だと言った。勝者と敗者に祝福を与えられるガンダムだと。それは神の概念そのものじゃなくて。俺は神など信じない。俺にあるのは支配と戦う意志だけだ。さあ、私 HP めちゃくちゃ減ってました、ごめんなさい。一回回復します。終わりはしない。終わりはしない。ビルゴっていう黒い丸型がモビルドールよね。そうね、ビルゴ超強いんだけど。なかったけど、ウォームフェラ財団が開発した。しまってね、よ、自動操縦システムの無人機だね。戦争ゲームにビルゴ降りてこい。人形だ。ただの人形か。俺たちを止めることなどできない。エピオ、俺に何を見せたい。降りてこいビルゴ。くそ、この上までねジャンプできりゃいいんだけどさ、二段ジャンプとかないもんね。どうした、何の光。あ、スパが溜まったのか。スーパーが溜まりました。あ、ここは多分ジャンプでいけるな。ダメだダメだ。どうした、黙れエピオ。どうしたの。あ、ゼロシステムからのフィードバック。ものすごい精神力で耐えてるけど、やっぱりシステムの干渉が大きすぎる。このままじゃ最後まで持たないんじゃ。ちょっと待ってね、よいしょ。ゼクスが来るのか。ビルゴ、どうして落とす。エピオンが教えてくれた。ゼロシステムすごい。俺のことは気にするな、行くぞ。了解だ。じゃあゼクスが来るか。待って、後ろに一体残ってんな敵。やはりガンダム。エピオンでも落としにくいのか、やっぱビルゴは。よし、オッケー。さあ行くぞヒーロー。いや、ここのステージ見づら。ボスはだからエピオンのはずだから。うわ、めちゃくちゃいるな。やだな。ちょっと待ってね、回転切り。よいしょ。ガンダムという名称を認めない。我が第4人モビルドール宮廷師団は名もないモビルスーツどもに全滅させられたことになるんだ。敵さんも意気込みが違うね。違うね。ヒーロー君、ここが踏ん張りどころ。よいしょ。分かっている、この先に奴は来る。もう一機いる感じ。よし、早くゼクスを呼ぶんだ。オッケー、いきますよ。ここに来れば。継続して戦略レベルに行こう。さあゼクス来るぞ。ウィングゼロか。戦闘レベルターゲット確認、排除開始。ガンダム新型か。このウィングゼロに決戦を挑むつもりなのか。ウィングガンダムゼロ、バスターライフル撃たれたらひとたまりもないんだわ。こちらは
一応あれかな、オルフェンズの機体はバスターライフルも防げるのかな。ヒーロー、戦況を確認する。貴様は敵。よいしょ。敵でも味方でもどっちでもいいだろう。今は戦いを楽しもう。よいしょ。必殺技。了解。その BGM がいいね。サンクキングダムはどうなったのだ。リリーナは。したというのか。サンクキングダムが遅かったか。過去を見せられたか。よいしょ。ゼロシステムは未来です。殺しに来た者は殺せか。そういうちょっと回復するか。ゼロ、いいだろう。純粋な戦士として貴様との因縁の戦い、今ここで決着をつけて。なんかもうでもボコボコにされてんぞ。大丈夫かゼクス。やはり決着をつけねばならないのだな。ヒーロー、ここで死ぬわけ。うわ、バスターライフルだ。死ぬわけには。でもあんまり効かない。ゼロシステム同士が干渉し合ってる。ミノ姉さん、遅い遅いぞエピオン。やつの反応速度を超えろ。ウィングゼロ、よいしょ、仕留めよう。次で決まりだ。こちらのセリフ、させるか。よいしょ。いや、まさかウィングゼロが。これは二人ともなんか変な未来見てそう。さあ早く機体交換会しろや。ウィングゼロ撃破というか。あ、なんかかっこいい。この2機いいね。この距離で膝ついて。今姉さん、私たちの完璧な勝利だよ。この後のことはゼロに選ばれた二人に任せよう。そうか、いいねこのアングル。二人のガンダムが入れ替わるのね。入れ替わってる。僕だってアムロに負けてらんないからな。ガンダム3機確認ですね。さあトゥルーミッションクリアしました。まあ戦闘に集中しすぎて何をやってるんだか、あの目的を私忘れてますが、これでも歴史は修正できたという扱いなんでしょうか。ミッションコンプリート、ミッションコンプリート。これで全部のブレイクミッションの修正、トゥルーミッションの再登録が終了。このディレクトリのでしょ。ほら次の階層に進めて。それが私の権限だと次のディレクトリに入れないみたいで、犬姉さんとハラ君の協力を頼みたいなと。どういうことだよ AI。 というわけで防壁破りプログラム G デモリッションインストール。なんだ G デモリッションちゃ。うん、壊れちゃうよハロー。すべて壊す、やってやる。ハロー、また勝手に。一体何を入れたの。私に防壁、ファイアウォールを解除する権限はないんだけど、今それに必要なデータをハロ君に入力したから、あとは犬姉さんが防壁破りプログラムを構築してくれればね。なんでこんなところまで来て、クラッカーの真似事なんて。そんなすぐできるもんなのかな。これでいいと思うんだけど、どうハロ。プログラム正常、勘弁しろサクラ。エクセレント、さすが犬姉さん。じゃあ防壁破りプログラムを走らせてみて。 G デモリッションスタート。エマージェンシー、エマージェンシー、ユノ危険、ユノ。なんなの、なんか出てくる。真っ赤、何が起きたの。ユリオンステーブルに侵入された。違う、別のフィールドに転送されたの。ようこそレディたち、そしてガンダムラトレイヤを退けたパイロット君。また出てきましたね。ハーメス・マーキュリーだったな。覚えてもらえたとは光栄だな小隊長君。君の操縦はなかなかのものだった。私も覚えておこう。特にブーストの扱いは。なんだモビルスーツマニアか。好き勝手に喋らないで。一体この基地に何をしたの。不正アクセスを検知したのでね、ガベージスペースにお越しいただいたのだよ。なんだそのガベージなんちゃらっちゃ。ガベージコレクション、
不要領域にこの施設のデータを転送した。サンクキングダムの時といい、何者なのあなたは。何を知っているの。私にはそれを答える権限は与えられていない。なんだこいつも AI か。つまり私たちの敵ってことしかわからないと。ほう、お前が味方で私が敵。本当にそうならいいのだがな。おお、ずいぶん意味深なこと言うね。これから先行型プログラムであるその基地を消去しようというのだから、現時点においては敵という表現が正しくはあるか。ではアップデートしたガンダムラトレイヤーの力見ていただこう。何もわからないまま消去されてたまるもんですか。小隊長、出撃お願い。さあやりましょうか。では、あー G に捧げられし者イレギュラーって書いてありますね。これはアライアンスのあれか、なんだっけ、オリジナルステージですね。では今回ちょっと使ってなかったこの3機、あの両機2機プラスで、私はこいつ使いますか。リュービーユニコーンガンダムでやっていきましょう。で、待ってね、登場モビルスーツにして強化は一応レベル4にしとくか。よし、 OK。 格闘タイプがでもガン、尊敬ガンダムアストレイなんですが、まあいいか、なんかバランスが良さそうだね、この3機でいけば。で、あ、待って、ごめん、オートガードつけとくか。拡張パーツで、オートガード、射撃、ブースト、どうすかね、HP にしとくか。よし、OK。では、ミッション、やっていきます。G に捧げられし者、イレギュラーって書いてありますね。やっていきますよ。両機を変えていきます。両機は、こいつと、空の王者、尊敬ガンダムアストレイだ。私これ見たことないのでちょっとわからないですけど、もう一機は、曹操ウィングガンダム。文武両道こそこの曹操の波動のあり方だ。波動のあり方ですね。じゃあ行きますよ、出撃。さあアップデートされてると言ったので、一気にボス戦かな。いや、雑魚敵も出てくるか。ガンダムラトレイヤー、あ、もう出てきたわ。アップデート完了。ハーメス・マーキュリー剣山。これ色変わってんのか、このステージのせいであの色に見えんのかわかんねえな。我々が商売の邪魔をしたとへそを曲げていたのではなかったのか。その剣は全然許してねえ。だが今はこう片付けるのが先だ。行くぞ。さあキャラ同士で何か喋っておりましたが、ちょっと距離取るよ。楽しみにしていたよ。何が変わったのかよくわからんな。よいしょ、赤メガネ。この T ユニバースを修正するために呼ばれた。それは間違いないのよ。よいしょ。私にはそれを答える権限は与えられていない。さあ距離を取って相手をちょっとブレイクさせたいね。待ってね、私たちより前に人格がデジタルデータ化された例ってあなたじゃないの。どんどん攻め立てろ、みんな。なるほど、 AI であるサクラには権限に制約がある。でもこの世界の外から来たものが。撃ってる撃ってる、 OK。 今待って、あ、しまった、倒された。クソ、考察だが、それも答える権限は与えられていない。行くぞ、しまった。よいしょ、 OK。 まだスパが溜まってんねん。打ち上げ、よいしょ。危ない、痛い、ガード、ガード、ガードが間に合わない。相手がこうやって攻撃した時が結構あのゲージ減るんで、もう一回打ち上げ。あら、打ち上げられない。 OK。 よいしょ。は済ませたと言ったろ。貴重なデータも手に入ったのでね、エイハブリアクター。ちょっと回復しますね。といった検証データだ。エイハブリアクターも。ブレイク修正したミッションのデータじゃない。異なる歴史に存在するガンダムの機構、興味深いとは思わないかね。どうした、なんかムスカみたいな喋り方をしてるが。ずいぶん悪趣味のコレクターね。必殺技、ガンダムのデータを集める。お、なんかすごい感じ出た。お、強い。いい腕だ、小隊長。でしょ。そうでなければ選ばれない。いででででで。私たちを選んだのは
管理システムってやつ？私にはそれを答える権限は。よいしょ。どうしたどうした、バグってんぞ。通信エラー。君たちが修正を進めれば、やつの計画が完成に。俺には誰やつって。ちょっとどうしたの、やつとは誰。それにあなたはどうして。今私にはそれを答える権限は与えられていない。何度も言わせないでもらいたいものだ。こいつもやっぱ AI っぽいね。なんかバグってたもんね今。あいつにもさくらにも確かめなきゃいけないことがあるから。さくらにも。私はそうか。さあもうちょいでやれます。さあ終わらせましょう。よいしょ、もう一回 OK。 ここまで私と渡り合うとはやはり腕利きだな小隊長くん。そんなに褒めないでくれ。どうしたの？レディユノ、やつの計画を、俺の言ったことを忘れるな。なんか抗ってる感じですね。まだ聞きたいことが。ユノ姉さん、あいつのことは後回し。ガベージスペースが崩壊するよ。崩壊しちゃうよ。ユノ姉さんが組み直したプログラムを元にしてセキュリティホールをついて脱出するから。調べなきゃ。彼が何者で、ヤツとは誰なのか。作戦成功だ。帰還するぞ。帰還するぞ。うわあ、逃がさ。さあ初めて使う機体でも十分勝てましたね。まあ1対3だからね。まあ言ったらね、そりゃ楽勝だわなと。さあジムスナイパー2、あー好きなんだよな、ジムスナ2使いたいね。あ、もしかしてもう 100% に、あ、なりますね。これはいい。まあ、次回あたり使おうかな。さあ OK、 ちょっと失礼ではでは、聞きたいこともありますが、さくらに。次のディレクトリの特定ができた。小隊長さん、犬姉さん、行くよ。大丈夫。あ、どこかに捕まってた方がいい。データの移動だから別に必要ないけど、気持ち的に楽ならそれで OK。 病は木から、ユノ、病は木から。あなたたち AI なのに曖昧すぎるのよ。そう、彼女たちは AI。 でもハーメス・マーキュリーはどうなの。 AI っぽかったけどね、あいつも。さあディレクトリー1、戦士たちのシステムエンドですね。じゃあディレクトリー2、はい。儚くも自由な嵐の中で、うわこれ08招待とフリーダム、はいはいはい。シードのステージも出ますね。イリオンステーブル、全データの転送を完了。わかりやすく言うと1階下に降りたってこと。ハーメス・マーキュリーからアドレスの追跡とかされてない？下手したら身動きが取れなく。ブレイクミッション発生、ブレイクミッション発生。さすがハロ先輩、早速働いてくれるね。その前にあの挙動不審メガネのことよ。挙動不審メガネ、実際に戦ってみて。小隊長はどう思った。どう思った、うーん、あいつがプログラマーだというのは本当か。いや、ゼロシステムや A ハブがどうとか言ってた。様子がおかしい時があったが、攻撃で傷を負ったからという感じじゃなかった。何かをこちらに伝えようとしていたような。そうだね、だから真実みたいなのをなんか伝えようとしてたのかなって思う節もあるが。答える権限はないの一点張りだったのに、確かに変だよね。そう、彼には不可解な点が多いの。その上で聞くけど、さくら、あなたは一体どちら側なの。どちら側というと。ゆの姉さん、私は。あら、ここでなぜ途切れる。あくまで私は味方のつもりだよ。これからどうする。ゆの姉さん、小隊長さん、私を信用してブレイク修正を続けていくか、それともハーメスやヤツっていう方を調べるか、私はどっちでもいいし協力するよ。なんだこいつそのために生まれたんだしね。
調べると言っても方法がない。まあブレイク修正続けよう、とりあえず今はね。私もそれしかないと思う。さくらが本当に信用できるかは別として、私いい AI だよいい AI が自分で言うかな、そんなことさくら悪いやつ違う、信じてやれユノン、小隊長も信じろ小隊長。ハロック、いやハロ先輩、なんだこの寸劇は。同じ AI 同士の共感ってやつかしら。さあじゃあ後輩のさくら、現状を説明して。ディレクトリが変わって何か違いがあるの？やるべきことは基本的には変わらないけど、さらなる歴史が出てくるし、ブレイクの度合いも大きなものが増えてきそうだね。さっきハロ君が検知したブレイクミッション、早速同時に3つも発生してるくらいだからね。ブレイクミッションが複数って、どんなミッションなの？修正方法は？落ち着いて犬姉さん、順番に説明するから、ちょっと場所を変えよう。場所を変える？さてこのディレクトリで見つかったブレイクミッションは3つ。また宇宙世紀以外の歴史が2つあるね。宇宙世紀以外って、ポストディザスターやアフターコロニーの時代みたいなもの？そういうこと。コズミックイラと西暦の歴史だね。残りの1つは宇宙世紀になるよ。西暦で西の方の西暦だからあれだね、ダブルオーですね。はい、 CE コズミックイラと西暦2300年代の歴史。ハロ君が検知してくれたのは以上、どれを選んでもらっても OK だよ。一つ目はコズミックイラの歴史。アラスカ基地に強襲機動特装艦アークエンジェルの支援に向かう。二つ目は西暦2300年代の歴史。不時着したソレスタルビーイングの母艦プトレマイウス2、トレミーの救援よね。三つ目は宇宙世紀。私たちにとっては1ヶ月後の未来で、東南アジア戦線に参加してジオン公国軍の秘密基地を攻略する。ユノ正解。ユノ記憶力いい。ユノ姉さん、歴史のお勉強お疲れ様。じゃあ早速ブリッジに戻って、ハル君に詳細データをインストールしよう。さあじゃあこっからはいろいろ自分で選んでやっていく感じなんだね。ハル先輩、用意はいいかな？ミッション用のパスコードを入力するよ。ハロ、逃げも隠れもしない。君がガンダムだ。俺たちがガンダムだ。また謎のデータをインストールされてるけど、最後はどうなっちゃうのかしら、私のハロ。あれ、そっか、これユノのハロだっけ。ブレイクミッション登録完了。小隊長選べ。小隊長、さあ選んでいきましょう。という前に、まあ今回は以上にしましょうね。新たなミッション、眼差しの先、震える山、もう完全に08正体ですね。犯行の外貨、はい。まあ次回はできればあのジムスナイパー2出たんで、それを使ってみたいので、08正体のステージとかやろうかなとは思ってますけど、まあちょっと考えていきたいと思います。はい、というわけで、じゃあ今回以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。